皆さん、今の仕事に満足していますか？転職を考えている人いませんか？なかなかですね、満足していると言い難いかもしれない人が世の中に多いと思います。やっぱり現状に不満を持っている。最も手っ取り早い手段といえば言葉は乱暴ですが、いい方法は転職です。自分に見合った仕事を探す方法、それについて今から少し話してみたいと思います。世の中の教育がすごく平準化されているという言葉が正しいかどうかちょっと僕に分かりにくいんですが、昔はですね、もう本当に自分がやりたいことをやっている子たちが多かった。ところが今はですね、社会がこう確立化されてきて、より多くの情報が手に入る代わりに、誰もが同じ情報を手に入れて、誰もが同じような教育を受けてしまう。日本の社会はですね、大学を出て大きな企業に就職する、ここをゴールとして、みんなが同じテストを通るために試験の勉強をしている。アメリカという国のニュースをですね、見た時にですね、かなりこう子どもたちの個性を育てるような教育をしているっていうニュースを見たんですね。でも日本は残念ながらですね、教育という意味で言うと、ものすごく同じことをものすごく同じように教えて、ものすごく同じ試験でものすごく同じような大学に出て仕事に就く。そうなってくるとですね、なかなか自分が転職をしようにも自分に取り柄がなくなってしまうんですね。ある程度企業で鍛えられて、積極的に自分が自己投資をしていく。それによって自分の転職のチャンスを得る。単に与えられた仕事をやるだけではなく、負荷になるかもしれないし、サービス残業しなくてはいけないかもしれない。例えばですね、動画の編集をやりましょうと、自分で家に帰って勉強したら自分の身になりますよね。もちろんそれは会社の仕事なんで、会社の時間の中で勉強するかもしれないです。でもそれだけだと、ある程度の技量まで空けても飛び越して先を行くようなですね、素晴らしい編集ができるようになるとはとても思えないです。今の話は分かりやすい例ですけども、皆さんが転職を考えている時に、より自分に尖った才能、これがなければなかなか転職できないと思いませんか？転職というのはある意味の競争なんで、同じようにみんな会社の中で働いている人たちと誰でも答え分かっていると思います。それからですね、インターネットというものができて、世の中ものすごく変わりました。誰にでも同じように情報が取れる時代になったんです。今それによってすごく変わったビジネス、例えばですね、自動車さんが儲からなくなった。昔は相場っていうものの知識を持っている人と、この情報の格差がでかかったんですね。ところが今はその情報の格差がどんどん縮んできて、自分たちが SNS を通じて情報を発信できる時代になってきた。確かに勉強もしやすいし、 YouTube で英語も習うことができるし、 YouTube で数学も習うことができるし、社会情勢も外国のことも全ての情報を手に入れることができる。みんな平等にできると思いますか？娯楽の YouTube ばかり見ている人と、勉強するための YouTube を見ている人、同じ SNS を見ている人でも、その時間の使い方によってこの差が転職できるかできないか。今の日本ではですね、より給料を上げていく転職が可能になったんですね。僕の知り合いはですね、転職を何度かして最終的には Google に就職したと。結構な勢いでですね、キャリアを上げていったんですね。所得的にも今ものすごい給料をもらってます。情報が誰にでも簡単に安く手に入る時代、その時代をですね、自分が生かしてるか生かしてないか、たったこの違いであなたの転職給料決まってきます。もう一つのキーワードとして、副業というものがあります。世の中的にですね、副業が許されたり、僕の知り合いものすごいいい会社やってるんです。でもそこ社員がいないんですね。でも素晴らしい仕事をしてどうなってんのかって聞いたらですね、みんなに副業でやってもらってると。これが業務委託とかそういったものでもなく、仕事を出している相手はですね、結構大企業のですね、部門で成績を上げている人、例えば大企業でプレゼンテーションの資料を作っている人、結構大きな会社でシステムエンジニアとして経理系のシステムを作っている人、大きな会社で PR をやっている人、この人に PR の副業を出すとかですね、こういった副業を出し方によってすごく成長している会社があります。もし皆さんがですね、転職とか起業を考える前に何かしたいと思った時、副業してみませんか？それから副業できる会社に転職したらいいかもしれないです。じゃあ頑張ってください。